はい、皆さんこんにちは。今日は2022年11月30日です。はい、前回ね、セブン銀行 ATM でマイナポイントをもらえるという動画をね、投稿いたしましたがね、トータルで2万円がもらえるというやつですけども、そのうちの、健康保険証として紐付けるとですね、7500円分がもらえると。これは前回もらいました、取得しました。で、今回はですね、ワンオンカードに紐付けしたんですけどね、10月中に2万円を入金しておけば、チャージしておけば5000円分がもらえると。もし1万円のチャージであれば2500円分しかもらえませんということですね。はい、そういうことで今日ね、イオンのね、ワンオンステーションへ行ってきました、ね。確かにちゃんと受け取ってきましたので、その模様をね、見てください。右下のボタン、ワンオン電子マネー受け取りを押します。ワンオンカードを置いてください。ワンオン特典を対象に受け取りを行う。はい、5000円が表示されております。受け取る金額を数字キーで入力ですが、全特典を受け取るにしておけばいいかと思います。ワンオンカード更新中です。ワンオンカードの置き忘れにご注意ください。ご利用レシートをお受け取りください。ご利用ありがとうございました。